大事。はい、まあ自分のミスでした。負けたんで、まあ、悔しいですし申し訳ないですけど、またやり続けるしかないんで、はい、って感じです。本当ずるずる下がってて、相手にずっと当時回されてて、まあ、中は固められてたけど、自分たちアタックする守備ができてなかったので、まあ、もう少し後ろから押し上げて前向きで守備できる時間を増やさなきゃいけなかったかなと思います。リードして受けに入ったところもあると思うし、もう誰がスイッチを入れるのかっていうのはチームとしてでも統一できてなかったので、まあ、そこはそうなった結果かなと思います。うん、まあ今日に関しては自分のミスでこうやってこういう結果になってしまったんですけど、本当にチームとしても個人としても続けなきゃいい結果は来ないと思うので、練習からしっかりやりたいなと思います。まあ、まあ、後半のところで、まあ、結構カウンターを受けるシーンが増えてきて、まあ、そこで、まあ、中盤の選手と後ろの選手で、まあ、そこを左サイドのこうカシ君が上がっているスペースのところで起点作られているというのは、まあ、チームとしても分かったので、まあ、そこをこ うまく使われてやられたというのは、まあ、すごく悔しいポイントです。2点目、あ、2点目、そうですね、まあ、左足振り抜くタイミングが早かったのもありますけど、でも、まあ、まあ、自分が教育につないでっていうところから取られていたところだったので、まあ、そこの状況を自分が出すべきだったのかっていうところもそうですし、まあ、その取られた時瞬間からの、まあ、守備のオーガナイズのところもどうだったのかっていうのはもう一回見直さないといけないなと思います。次の試合もすぐ来るので、まあ、あまり引きずらずに次に向けてしっかりとこの負けっていうのを学んで、しっかり次勝てるように準備します。最近の試合ではない先制点も取れたので、まあ、その後の戦いもしっかり外から見てて、まあ、しっかり戦いましたし、まあ、ただ追加点取るチャンスが何回かあったので、やっぱりそういうシーンで点を決めきれないと、やっぱりいくら硬いチームって言われても、さすがに厳しい部分もあるので、追加点を取るのが重要だった試合だと思いますし、またああやって、ゴール前までは自分たちは引き込んでっていう形かもしれないですけど、やっぱりああやって、まあ、事故ももちろん起こるので、まあ、ある程度自分たちからのゴールから遠い位置でプレッシャーかけたかった、かけるのももっと必要かなと思います。奪った後に、まあ、なかなか、まあ、チーム全体としてやってます。なかなか出すところがないっていうのも一つだと思いますし、やっぱり下がって守備するからこそ、奪った後ってやっぱり相手のゴールよりだいぶ遠いので、そこからうまく持っていくっていうのはなかなか時間もかかるので、まあ、やっぱり高い位置から、高い位置っていうか、まあそんなに下がらず、ね、いい位置からいけるように、まあ、持ってやってきてですね、3連敗してた時よりうまく剥がせたシーンも多かったですし、まあ、もっと、まあ、常にウイングが空いてたんで、そこをチーム全体でもっと意識すれば、そんなに難しくなく外れるシーンも何回かあったんで、まあ、はい、そういうシーン、まあ、チーム全体で空いてるところを常に意識してですね、まあ、相手がどうじゃなくてしっかり自分たちがどうプレーするかだと思いますし、まあ、今回は点取れましたけど、やっぱり2点目3点目取れるシーンがしっかりあったんで、まあ、失点しないっていうのはもちろん必要ですけど、いかに点を取るかがまた必要だと思うので、